はい、皆様こんにちはでございます。今日はプレステ4の体験版デトロイドビカムヒューマンというゲームをやっていこうかなと思います。これはですね、トレーラーを見てもうめちゃめちゃやりたくなって体験版があったので5月25日に発売するんですが、はい、やっていこうかなと思います。でですね、これは、本編というか製品版の方では3人のキャラクターから選べるんですけども、体験版の方ではコナー編という今この映ってるイケメンですね、これこのストーリーの1話をプレイできるみたいなので、はい、それ行きましょう。最初からプレイよろしくお願いします。2038年8月15日8時29分うわー、いたわ、中学の時こういう人いたわ。これドヤーってやってた、10円玉で70回 PKRK800。 なんかおでこ光ってますけど大丈夫ですか？交渉人の到着。交渉人、あ、コナーですね。うわ、ムービーすげえ。まさかこれムービーじゃなかった。めっちゃすげえ。こういうゲームやったことないんだけど、めちゃめちゃリアルやない？やば、すげえ。右スティックでアクションを実行する。手に取る。ジョン・フィリップス、キャロライン・フィリップス、エマ・フィリップス、3人兄弟ですかね。あ、3人家族ですね。戻す。OK。泣いちゃってるね。なんか泣き声これで。ん？かがむ。なんか死んでない？あの子を助けてください。任せんさい。せやで、アンドロイドやで。そんなのダメよ、待って。アンドロイドやで。包丁は本物の人間に頼んで。うるせえ。アラン隊長を探す。ちょっと待って、これ気になったんだけど。かがむ。ピクピクしてますね。ドワーフグラミー。正しく動かして行動選択する。助けるやめる。助けましょう。投げるのかな。あ、ヤサオだな。そしてイケメン。いいことをした。まあまあ、アラン隊長探そうかね。わけのわからないアンドロなんか。R2 を押して任務を確認する。アラン隊長探す。あの光ってるのがアラン隊長かな。うるせえ、黙れ。このスマートな私に任しちまえ。どこだ、アラン隊長。アラン隊長、私はコナー。どうも、サイバーライフのアンドロイドです。アンドロイドです。奴は制御不能だ。俺の部下もすでに2人やられた。ザマだが、奴を撃てばバルコニーから落ちて娘も道連れだ。確かに、任せんさい私に。精神的ショック。精神的なショックを受けたという報告は？さあ、知らないな。交渉するには情報が必要ですから。そうだよ。停止コード。停止コードは試されましたか？当然試したよ。おこやん。いいか、子供を救うことだけ考えろ。お前があのアンドロイドを止められなきゃ俺が始末をつける。うう、言うてくれと。時間もないですね。 48% 生意気なアンドロイドと思われたかな。状況を確認しましょうかね。推理者には状況を確認するものが大切です。鉄砲ですね。右スティックでカーストル移動。あ、なんか気になるところは三角。 MS857 ブラックホーク、かっこいいね。そういう銃があるのかな、よく知らないんだけど。これはなんだ、タバコ。あ、銃弾でしたね。 9mm パラメラムバレット。再現って出てます。四角押してみましょう。ほん、おお、すげえ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 。ウィーンウィーン、開いて閉じて開いて、はい。見ていきましょう。お、三角って出てる。変異体は父親の銃を使った。あ、このトランクにあったのをこう取り出して
ゲッチュってことね。なるほど、了解です。把握把握。だから9ミリの銃を持ってるってことでしょ。情報発見、まあ、任せなさい。これどうやって選ぶの。調べる。おー、 iPad がなんか透明になってる。タッチパッドをサービスして。お、これタッチパッド初めて使ったかもしれない。仲いいじゃん。ダニエルだね、名前。なるほど。てか、スワイプパッドを起動して、あれ、あの動画が毎回流れるのかな。それはそれで嫌だよな。なんかちょっとエロい部屋やな。ラブホみたいな。この歌は。ああ、無双の銃声聞こえなかった。なるほどね。OK。情報を収集しておきましょう。人質の操作完了。OK。次の部屋へ行きます。お、シャワールーム？チラ見。おしゃれな家やな。いいな、こういう家に一度は住んでみたいな。まあ一人身だからこんな広くなくていいんだけどさ。分析します。金持ちやな、うん、出てますね。あ、待って待って、もう早いんだわ。9ミリ弾による銃装、穴が開いちゃってますね、お腹に。他は？ん？あ、ここも2発撃たれたのかな？目。死亡。ジョン・フィリップス、お父さんだね。3発撃たれたっぽいね。内緒です。再現。OK、再現しましょう。シュパパン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 、よみがえれ！よみがえるのだ。父親は何かを持っていた。で、やばい。バン。あ、待って、こうか。ちょっと邪魔。やばい。バン。ぬふーんっつって、でなんか落ちた。あれか。オッケー。いい推理がどんどん出てるよ。やめる。そしてスワイプパッドを持っていた。手に取る。開ける。ふい。AP700 の受け取りました。あー、買い替える予定だった。なるほどね。あ、わかったよ。はい、名探偵。撃たれてる。わかった。だから、買い替えられるから、腹いせでやったんだ。家族と思っていたのに買い替えられてクソーっていうことだね。なるほど、完全に名探偵ですね。この推理で間違いはないでしょう。発砲撃ったんだ。一回撃ってるね。当たったのかな。アントニー・デッカード巡査死んじゃったっぽいね。どんまい。9ミリ。ああ、だからさっきの人にやられたんだね。よみがえれ。ここだ。うおー、行くぜって言って撃たれた。一発撃たれました。警官変異、あ、撃ったんだ。一発撃って当たって、さらに人質は発砲を目撃した。で、なんかあったね。鉄砲があるじゃん。武器を発見。なるほど。あ、これを使って倒しちゃうぜってこと。やばい。手を伸ばす。なるほど。手に取る。
しらーっと撮ってたけど、お前見てただろお前。役に立つ会話アクションをアンロックした。お前見てただろ、俺が銃取ったの。内緒にしとけよ。消す。一家は夕食を取るところだった。ほんほんほん。でもまだね、ベタン、あそこにいるよね多分。見る、チラリズム。あの子が暴走しちゃったのね。何が大気だ、さっさと処分すればいいだろ。やめたれそういうの、すぐにやめたれ。 L1 シャーカリーズ。いや待って、でもさ 71% なんだよね、まだ。なんかまだ見逃してるところがあるってことかな。 100% で挑みたい性格。あ、こっち寝室見てなくない？こっちまだ、こっち見たかな。なんかあるかもしんない情報が。くまなく探せ。それにしてもすげえでけえ家だな。なんか情報くれよ。持ってねえか？走れないのかな。あ、 74% なんだよね。もうないのかな。あ、これか。致命傷な怪我ではない。どんまい。でもないな。なんかある。こう、納得さ、なんかこう納得させるようなさ、なんか魚とか投げたらいいのかな。特にないな。ジュース。おーおーおー。あ、もう強制的に。あんまり探しすぎるともう強制的にこっち行きましょう。しょうがない。あ、撃ってきたよ。は、なんの、あ、は、近づいたら飛び降りるぞ。ノーダメージだけど。いや、やめて、お願い。うわー、高、俺高所恐怖症なんだけど。交渉したくないな。名前やあ、ダニエル。知ってんだぜ。僕はコナーだ。知ってるんだ。他にもいろいろ知っているよ。君を助けに来たんだ。そうだよ、助けに来たよ。ああ、ヘリ邪魔。信用。同情的に。僕もアンドロイド、君と同じだ。そうだよ。気持ちはよくわかる。お前がアンドロイドかどうかなんて関係ない。気持ちなんて分かるもんか。分かるよ。買い替えられるんでしょ。お前の武器は、嘘。いや、丸腰だ。嘘をつくな。銃を持ってるんだろ。ダニエル、嘘じゃない、信じてくれ。僕は丸腰だ。持ってるけどね。原因。買い替えられると聞いて君はショックを受けた。そうだろ。なあ、そうなんだろ。この子に、この子はでも家族と思ってんだよ。大事な存在だって。でも俺はただのおもちゃ。いらなくなったら捨てられるだけなんだ。そんなことない。そんなことない。エマと君。エマとは仲が良かったんだろう。君は裏切られたと思ったんだろうけど、それは違う。嘘をついてたんだ。愛されてると思ってた。愛してるよ。落ち着いて。落ち着いてほしい。この子も他のやつだと同じなんだ。違う。違う。現実的に、避難する。何現実的に。周りをよく見ろ、ダニエル。もう逃げ場はない。何の罪もない人間の命。ああ、これちょっと言うの違うかな。調子に乗るな。ああ。俺を怒らせていいのか。おこだ。死ねば、この子も死ぬ。ああ、やばい。それはまずい。それはまずい。ダメよ。撃つなよ。危ない。おかしくなりそうだ。あのヘリコプターをどこかにやってくれ。オーケ
従う。ドキン。いいね、なんか一言でこうヘリが動くっていうの。安定しました。最後のチャンス。信じろ、どうする？信じろ。ダニエル、僕を信じてくれ。約束だ、人質を解放すれば君を傷つけたりしない。そうだよ。おお、90%いった。引き上げさせろ。それは無理だ。それと車を用意しろ。町から出たら解放してやる。それはダメだね。歩みが。それはできない。解放すれば。あ、でも青いからさ、約束するよ。すごく穏やかなんじゃない。死ぬのは嫌だ。でしょ、安心させよ。死んだりしない、話をするだけだ。おお、100いった。いらないよ、約束する。わかった、君を信じる。いえ、どや、うそーん。撃つの？あ、いや、これはや、俺のせいじゃないでしょ。嘘をついたら来ない。や、違うよ、俺のせいじゃない。うわ、これ少女の前でやっちゃダメでしょ。うわ、非常やな。なんかこうもやっとしたミッションクリアですけど。このシーンはフローチャートです。これまで見てきた物語やまだ体験してない道筋、そして物語の可能性を確認できます。 OK。 あー、なるほどね、フローチャート。へー、これ、なるほど、こうやってどんどん広げていくんだね。なるほど。続ける。この作品であなたの物語や選択を行き、シーンの展開にあなたのプレイにより変わり、以降のシーンに影響することもあります。なるほどね。これをどんどんやっていくと、いろんなフローチャートがあって、いろんなエンディングが見れるということで。今回はこれぐらいにしておきましょう。はい、ということで、無事クリアしました。いかがだったでしょうか。なかなか引き込まれるというか、なんか、まるで映画のような、こう、なんていうのかな。すごくリアルっていうか、もうめちゃめちゃ、何これ。こういうゲームやったことないんで、なんかすごくリアルで、なんか、うん、ちょっとオッチ的にはなんかさすがこの感情を持ってないなっていう感じの文だったんですが、まあ、他のチャートではこの コナーだったっけ、コナーのなんかその人間味のあふれるところが出てくるのかなというところでございますが、すごくね、次気になりました。はい、で製品版が5月25日なので、またその時にね、実況でお会いできたらなと思います。今回はこれぐらいにしたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。